では佐藤悠平選手です。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。苦しい中での勝利です。どんなふうに受け止めていらっしゃいますか？そうですね、なかなか勝てなくて、こんだけ勝つのが難しいのかっていうぐらいね、今日の試合も残りの、ね、15分ぐらい相手に押し込まれる時間帯があったので、でもまあ日頃のお金が良かったのか、ポストとかもね、自分たちの味方のところにこぼれてくれたりして、非常に難しい勝利でしたけど、まあ、勝ちある勝利だなと思いますけど。今日の試合追加点が本当に大きかったですよね。フリーキックのシーン振り返ってもらってよろしいですか？そうですね、まあ、チームとしても前半45分もある程度パーフェクトの内容で遅れて得点も取れて、で、まあ、後半立ち上がりも相手に押し込まれることなく、まあ、自分たちのペースの時間帯もあれば、その時間帯を大事にしようと思ってたし、追加点っていうのはすごい大事だっていうのはもうハーフタイム中にみんなで声かけてたので、まあ流れの中じゃなくてセットプレーで点取れましたけど、まああれで一回もう一回集中力ができたかなと。やっぱり得点というのはそういう集中力だったり、選手のアドレナリンが出るようなものなので、まあ、あの段階で点取れて、もう15分集中とか、締めるとこは締めるという試合展開になったと思いますけど、まあ、ちょっと途中ね、交代もあって、ちょっと相手の押し込まれる時間帯も増えましたし、まあ、難しい試合展開だったかなと。